ご視聴ありがとうございます。今回は一番くじフィギュアを開封していきます。こちらになります。はい、一番くじワンピース EX ワンピースガールズコレクション歯の甲きらめき輝きですかね。すいません、しっかり調べてきませんでした。そのですね、ラストワン賞ヤマト仮面馬金剛地蔵になります。今回はこちらを開封していきたいと思います。よかったら見ていてください。はい、ではまずパッケージから。今回もまあ特に中身は見えたりしない箱となってます。で、金剛地蔵シリーズということで、もう本当渋い感じの黒いパッケージデザインとなってます。かっこいいですね。はい、では開けていきましょう。今回なんですが、いつもは引いてきた動画をまず出すんですが、いきなり開封となりました。で、しかもラストワン賞です。まあ経緯とかはですね、フィギュアでも見ながら話していきたいと思います。では中身見ていきましょう。本体と台座は一体型みたいですね。ビニール取っちゃいましょう。で、金棒だけ別パーツになってます。分割されてますね。ではつけちゃいましょう。なんか歪んでますね。よし、で先っちょをつけて、はい、もう完成なんですが、なんか支柱がついてきました。この辺に取り付けるみたいです。なんですが、なくても全然安定するので、今回はですね、支柱なしでやっていこうと思います。では準備 OK ですね。はい、完成しました。ちなみに缶と比べるとこんな感じ。このシリーズ、結構小さめのフィギュアなんですよね。はい、ではですね、まず全体をいろんな角度から見ていきたいと思います。こんな感じです。はい、今回の一番口ワンピースガールズコレクションなんですが、もうほんとやっと発売になりましたね。当初4月23日発売予定でしたけど、延期になりまして、本日6月4日ようやく発売となりました。結構かかりましたよね。で、今回 EX くじっていうことでですね、金剛地蔵シリーズ、3回目の開催ですかね。最初にカイドウとマルコが出て、で次にキングとクイーンで、そして今回が、ヤマトとウルティとなってます。あとブラックマリアのフィギュアもあったんですけどね、それだけ金剛地蔵じゃない普通のフィギュアとなってます。で、私もワンピースの一番くじってあまり引かないんですけどね、やっぱりこのシリーズは毎回引いちゃってます。かっこいいですよね。はい、ではですね、お次回してみるとこんな感じです。で、今回ラストワン賞なんですが、もう本当よくある空張りじゃないっていうのが熱いんですよね。これまでのラストワンはマルコのパール塗装とか、カイドウのメタリック塗装とか、そんな感じだったんですが、今回はラストワンが空張りじゃなくて、もう造形が違うんですよね。で、本当もう仮面があるなしだけじゃなくて、しっかりそれ以外もたくさん違う部分があります。で、最近はヤマトのフィギュアっていうのも結構増えてきましたけど、今回結構珍しいフィギュア化でしたよね。これは欲しくなりますよ。大抵の方は一番このヤマトが狙いなんじゃないかと思います。私もそうでした。はい、ではですね、お次近目からも見ていきたいと思います。こんな感じです。はい、で、今回、いきなりラストワン賞の開封になったんですが、全部くださいしてきました。ただですね、めちゃくちゃ条件悪かったんですよね。確か残り28でウルティが1個だけ残ってたんですよ。厳しいですよね。で、幸いですね、友人にワンピ好きがいるので、なんとか、B 賞のウルティをいいねで受け取っていただけるということになりまして、ちょっと確率的にも引きたくない状態でしたが、もう全部くださいをして楽になることにしました。やっぱり私もですね、もう本当今回はこのラストワンのヤマト一択だったんですよ。もちろん比較とかできたらと A 賞のヤマトも欲しかったんですが、最終的には POP もあるし、いい買ってはなるんですよね。
で B 賞のウルティだけあってもどうしても私ワンピースフィギュアコレクターじゃないので中途半端感がすごくなっちゃうのでやっぱりこのラストワン賞ヤマト一択だったんですよね。うん、この仮面付きってやっぱり珍しいですよね。どうでしょう、今後こういったフィギュア出ますかね。とても珍しいフィギュアだと思います。うん、当初女とも分かりませんでしたからね。まあ、そんなわけでこのフィギュア全くエロさがないんですよ。うん、隠してましたからね。まあ、それがいいんですよね。いやこのフィギュア本当に貴重な立体かなと思います。はい、ではですね少し画像でも見ていきたいと思います。まずはお顔、まあ、というか仮面、こんな感じです。うん、まずここが A 賞と違う造形ですよね。うん、不気味ですよね。それがいいですね。暗めにすると余計怖くなっていい感じかもですね。でこれ全部、まあ、塗装されてまして、あと角とかも本当グラデがいい感じの色味になってます。で髪の毛もですねこれ多分薄い濃いでグラデになってると思います。うん、まあ見ての通り岩倉さん造形なので線が細かくて、うん、あってもなくてもいい感じに見えるんですよね。いや本当に毎回素晴らしいですね。で衣装なんですが、まあいいのか悪いのか横乳が見えないんですよね。そこも A 賞と違うところです。うん、で胸の膨らみもこれ抑え気味ですよね。うん、ヤマトがどんなキャラかをわからなくする感じがいいですね。で白も塗られてまして、パープルの陰影なんかが吹かれてたり、うん、エロさがないのは残念かもですが、しっかり塗装されてるっていうのはいいですね。で袴なんですが、これがですね、うん、成型色でした。うん、まあでも唯一太ももがちらつくセクシーポイントなのでこれ重要ですよ。うん、やっぱりこれもですね岩倉さんということで細かなテクスチャのような彫りと、あとシワも強調めに作られているので、まあたとえ成型色であっても照明の影だけで本当十分かっこいい見た目になると思います。いやでもここも塗られてたら完璧だと思いますが、うん、まあコストの問題なんでしょうね。で足もですね成型色ではあるんですが赤く吹かれているのでいい感じに見えますね。で台座なんですが、まあ、これはいつもと同じ感じですよね。雰囲気に合うエフェクトのような台座になってます。でシリーズ統一でこれしっかり塗られてますよね。クリアパースとか使われてないです。で最後武器の金棒なんですが、うん、これも細かいゴツゴツの造形がリアルでかっこいいですね。でここにもやっぱりエフェクトっていうのがあるんですが、まあ、いつものようにクリアパーツ使わずしっかりとした色がついてます。はい、まあ、そんな感じですかね。うん、これ本当は袴さえ塗られてたらほぼ全塗装みたいな感じの見た目で良かったんですけどね。もったいないですね。まあでもしょうがないですかね。まあでも本当これ顔、髪の毛、上半身の造形違うので、いや A 賞とはもう全然違うフィギュアだと思います。このフィギュアかっこいいですね。うん、まあでも今回ちょっと条件いまいちだったんですけどね。まあでもこれだけかっこいいフィギュアをゲットできたので本当十分満足でした。はい、ではですね最後にもう少しだけ写して終わりにしたいと思います。うん、彫りが強調されるようなるべく暗めに撮っていこうと思います。うん、かっこいいですよね。でもおかしいですよね、これスタイル抜群美少女キャラを撮ってるはずなんですけどね、全く感じさせませんね。まあ、それがこのフィギュアの素晴らしいところですけどね。これがヤマトフィギュアなんですもんね。いや本当珍しいフィギュアゲットできてよかったです。さすが岩倉さんですね。でやっぱりこうなると A 賞欲しくなりますよね。ぜひ隣り合わせて並べてみたいです。うん、ということで、まあ、このくじは今日から開催ですからね、早めに動画作成を切り上げて探しに行きたいと思います。でまあこれ1回850円ですからね、なるべくいい条件のお店を見つけられたらなと思います。まあ、ということでですね、また引いてフィギュア当てることができましたら開封動画も出したいなと思いますので、よかったらぜひまた見に来てください。あとですね、皆様の結果ご報告とかも教えていただけたら嬉しいです。お待ちしております。はい、ではですね、そろそろ終わりにしたいと思います。いかがでしたでしょうか。この動画面白かったらぜひとも高評価ですとかチャンネル登録していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、では以上になります。今回は一番口ワンピース EX ラストワン賞のヤマト仮面バージョンの開封でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。